ここか、もう100レベばっかりだな。ムスフスフパイロット育成装置がちょっとゲーム性あるみたいなものだから。ビーポどこだこれ、そこか。ビーポゲット。俺も FFAR にちくわをつけてやったぞ。これでもう万事解決だな。あれ本当に万事解決かこれ。敵が攻め、おお。サイバーパンク実況おもろい。ちょっとちょっとガンプラ制作が進まないじゃないのよ。ちくわじゃなくてオナホでしょ。ちくわです。ちくわです。オナホなんてつけたらそんな、ね、溶けちゃうじゃん。そんなシリコン製のねものを銃先につけて消耗クソもあるか。あ、やべえ、ちくわつ、あ、いやー、うっつ。ちくわつけた瞬間めっちゃハッスルしてたのに。この戦車なんだろう、エイブラムス。あ、ぽいね。動きゃいいのにこの戦車。あ、そっか、あれも戦車か。私は大砲よ。敵奥から見てるな、こっちを。え、オナホって水銀をシリコンで包んだやつだよね。死ぬね。1981年にはまだ採用されてないはずなんだよな。じゃあきっとあれだ、戦車のこと全く詳しくないけど、第二次大戦ぐらいの頃のやつでしょう。第二次大戦くらいの。あんまり戦車に関心がないから、ワールドなんだっけ、ワールドオブウォーシップじゃないや、なんだっけ、ワールドオブタンクか、ワールドアットタンクなんだっけ、そんな感じ。なんかあの辺にもあんまり関心がないんだよな。でウォーシップは船だわ。ワールドオブタンクス。タンクスか。ウィキだとクスム1が81年に出てるらしい。おえ。いや、いいわ。チーデスと違って後ろから突然敵が湧くってことが当然のことながらないから、とてもいいわ。もうあれ、俺のストレスのね9割ぐらいの原因があるからね、やめてほしいわ。キャンペーン兄貴パパ愛犬大砲買ってよ。また今度にしな。あ、これシーポニーハーフタイムでシーポニー切り替わって詰めれなくなったら嫌だな。FFAR じゃ遠距離戦えんから。何これ？ストナ、ストナこんなサイトあんの？サーマル？これサーマルなんだ。え、これサーマルなんだ。キャンペーンの F-14 もよく見る価格だったか。このエイブラムスに多分違う部分がある。本当にサーマル今の。
違う、バグかもしんね。俺見てるサーマルあんなんじゃなかったもん。ただのスコープだって。してんならハンドビンビン丸なのかな。ケチーキャンペーン兄貴パパなんてパーを生やして死んじゃえ。何を言うのかな。あ、おお。ちょっとビーポは先に取りたい。ああ。暗くて見えん。わわ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 わ。フラッシュ終了らしいですね。ああフラッシュね。フラッシュってわかるかい君？何のことか。何フラッシュ？ああのパソコンのやつでしょ。そうそうそう。それはわかる。あれもう対応しなくなるから実質的な廃止なんだよね。フラッシュ。ブラウザーが。ブラウザーゲーとかそういう系の。主に2000年代前半あたり。アメコミでしょ。アメコミ？アメコミにそんなのあったっけ。フラッシュ動画見れなくなっちゃう。フラッシュ。あ、無理だ。寮に住んでた時、なんだっけ、スマホで、あ、違う、iPod 押してて検索履歴にフラッシュエロゲ微笑してる。めっちゃあってもう。何注文を拾ってるんだ。めっちゃ面白かった。ハトムルゴ移行しないブラウザゲーが遊べなくなって悲しい。そっか、ブラウザゲーも理解になるやつあるのかな。くっ。キャンペーン兄貴パパの死に際はフラッシュ見れなくなるの？そうなのか。フラッシュである必要性は自負でいいのでは。まあそんなもの誰も作らないけど。風船チャーリー大丈夫だ。モロトフいいな。俺たちの組み切り最強で最強だね。あ。暗いとこ見えないの妖怪あるある。いいで。よし、B は問題なし。パッキンプニキできなくなるのか。これリスポン変わってね。わかる。え、どうなんだ。ロビカスともお別れか。リスポンが変わってるのか変わってないのかどっちなんだい。よくわからん。気が変わったのかい。くそ。全地点取ってんのこれ。ああこれはもう終戦だわ。セキュリティの問題からアドベも仕方ないだろうけどやるせない。なんか残そうとするみたいなプロジェクトを見たような見なかったような。なんだったっけな。旗にあんまり、あ、旗に結構噛んでるな。
一瞬チャットが映ったけど。SG わらわらって。SG 要素あったか今。どっちの意味